皆さん、こんにちは。テクニカルアナイストの森口でございます、えー。この書籍の購入特典の Excel のフォーマットをアップデートしたという動画を作りましたのでお知らせしたいと思います、えー。この動画をご覧いただいている方はおそらく本をご購入いただいた方かと思いますのでここにありがとうございます。まだという方は QR コードからぜひご覧になってみてください。今日の内容ですが PER 対応表を更新したので使い方のおさらいと何が新しいのか ま結論言ってしまえば業種別 PR に対応できるようにしましたってことなのでどう変わったのかをお知らせできればと思っておりますでは早速いきましょうまず対応表の使い方のおさらいなんですが書籍で言いますと40ページに入っております目標株価を計算しようというパートで目標 PER と一株益を掛け算すれば目標株価が出るからそのための目標 PR を自分で判断しなきゃダメだよねってことになってます一応これエクセルの一部なんですが前期、今期、 来期の増益率を入力して、で、平均の増益率、そして来期の増益率、そこから PER を作あの編み出していくわけですけども、それってどうやってやるのっていうことで、フォーマットの Excel の中にはこのような PR 対応表というのが入っていますから、PR 対応表を見て、ここで設定をするという形になっていきます。これがまあ早見表のような形ですね、になっているんですね。で、実際にですね、これがまあ筆者作成の Excel より、まあ、今シーズン作ったものですね、 前期、今期、来期を打ち込んで、3期平均増益率を出して、自分で目標 PR を計算するという形になっています。ただ、計算するのは面倒くさいので、先ほど言ったように、早見表が存在するという形になっています。はい。で、この算出時の注意点なんですけども、何が言えるか、ここでちょっと異常値っぽくなってるもの、実はこれもそのまま異常値なんですけども、前期、今期、来期っていうふうに数字を入れていき、 ここが3期平均の増益率になっているわけですね。73.6%ということで、これ対応表でいくとね、70%になり、でその70%の PR で何年先まで許容するのとマックス5年ぐらいまでは許容されても、まあ、相場がいいときであればおかしくないかなというふうに思うことで、213倍ということなんですけども、213倍の目標株価を立てるとですね、上昇率1443%、10倍を優に超えてしまうという計算になって、これ、明らかに異常値だろうということがわかるんじゃないかなと思います。まあ それと同じようなことが今期も結構起ここるんですよね。こういった工夫カンパニーとかね、あとはウォンテッドリーとか、あとはビジョナルとかももしかしたらそうかもしれません。産期平均増益率が100%を超えているが、来期増益率はまあ30%台ということですね。30%増益も素晴らしいんですけども、明らかにこの産期平均そのまま使っちゃうと異常値ですよね。で、まあ要因はちょっと調べてみないとわからないんですが、 前期まではやっぱりコロナの一時的な要因、現役要因っていうのが入っていてで、かつそのコロナの影響がだいぶ薄まった今期っていうのは、かなりの増益率になっちゃうんですよね。そこだけはちょっと留意した上で、来期増益率も計算しています。で来期増益率も元とに、まあ、一番無難な PR を設定するっていうのがすごく重要かなというふうに思っています。まあ、こんなふうにですね、ぜひ早見表を使っていただきたいなと思います。そしてこの目標株価2を出した後のアクションとしましては、目標株価2を高い順に並べ替え します。エクセルですから並、なべ並べ替えとかすぐできますよね。で、あとはこれだけを出してるわけじゃないですから、その他の項目とチャートもちゃんと考慮して色を変える。まあ、セルの色を変えるっていう感じですね。で、それを本命銘柄候補として。 本命銘柄だけを絞ってですね別シートに再度、まあ、考察をするっていう形ですねでこの本命銘柄たちは毎日チャートとニュースを見ることによって、まあ、最低5分ぐらいでできるんじゃないかということでこの本のタイトルがついてるというふうに思ってみてくださいということですでここからこのフォーマットをじゃあ進化させましたよということで業種別 PR に対応できるようにしましたという話をしていきたいと思います実はですねこの Excel フォーマット入力を一緒にやりませんかというふうに呼びかけをしましてこのユーザーの方々にいろんな意見をいただいた中 一つ業種別 PR に対応できないかっていうね意見をいただいたんですね。 基準となる PR の、その、さっきの計算の元になっている PR っていうのはやっぱ15倍。15倍をあくまでも基準として考えた時の何年間増益率に、まあ、引っかかってくるかっていう話なんですけど、実際業種によって PR って異なるじゃないですか。まあ、もしくは業種だけではなくて現在の相場状況、今だったらやっぱり引き締めを行っているような状況下ですから、グロース株非常に PR 高いんですけども、そんなに高くね、許容できないよっていう状況になってしまうので、基準となる PR ってもうちょっと低く、もしくは高く設定できないか、 っていうことだったんですね。まあ、計算上はできるだろうなというふうに思いました。 んで、まあ、実際に業種によって PR が違うわけですのでえ、ここをどうにか組み込めないかってことなんですけども、実際にですね、新しい PR、新 PER 対応表ってなってます。ので、皆さん後で特典ページでもう一回ダウンロードしていただくといいのかなというふうに思うんですが、ここにですね、基準とする PR っていう、15って今入れてるんですけどもえ、これを業種によって並行すると便利というふうになっています。まあ、例えばですけども、機械セクターを選んだ場合、えこのサイトの見方、一応参考 URL としてここに貼ってあるんでね、これも見てみていただきたいんですけども、このサイトの見方と としては機械,機械セクターを選んだ場合でですよね東証1部、2部、マザーズ、ジャスタックでちょっと若干違うんですけども、明らかにここも2部だけ62.2ちょっとおかしい数字が出ちゃってますので、まあ、異常値が含まれてるんだろうな、24.95というのはちょっと高すぎるんだろうなっていうふうに思います。なので、平均すると、まあ、20倍ぐらいにしておきましょうか。20倍ぐらいに設定するとして、もともと15だったものを20に変えてみるとどうなるか。ちょっと色だけ分けてみたんですけども、青いところは。 同じところなんですけども基準となる PR が15から20に増えたことによって数字ががが変わっっててまますすよよねね基準切りこういうふうに基準を要は基準とする PR を大きくすることもちっちゃくすることもできるということですねができるようになったので、まあ、少し柔軟性が増したのかなというふうには思っております。 はい。で、ただ目標 PR を達成するときのコツとして、過度に楽観的に考えないようにするってことがすごく重要です。これはすごく楽観的に考えてますよね。基準とする PR15 倍で考えてたものを20倍に引き上げているわけですから、全体的に目標株価を計算するための目標 PR が上がってるわけですよね。これはちょっと楽観的になるので、まあ、この楽観的なか、あの、 感覚っていうのはセンスになってくるんですけども、なるべく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 無難に設定するっていうことがすごく重要かなと思います。それで目標株価を計算して、目標株価が今の株価よりも高いかっていうのをぜひ見てみてください。まあ、もうシンプルに表現するんであれば、誰がどう考えても安いよねっていう株を買いたいわけですね。まあ、そういうふうになれるように自分で納得できるために、その目標株価を計算するんだっていう形で使っていただければなと思います。なので、ぜひですね、この新しいバージョンの この新 PER 対応表というのもあの使っている方はぜひ改,改めて使ってみていただければと思います。でどうやってダウンロードするのというのが一応ここの,、ね、書,の書籍の巻末に、えー、特設サイトへのアクセスページがあります。まあ、一度ダウンロードした方はです、ね、もうこちらで1回ダウンロードしたと思うんですが、えー、ここを更新してますのでもしよければ、まあ、この Excel ファイルの方はこちらスプレッドシートの方はこちらですねをやってです、ね、アクセスしていただければなというふうに思います。スプレッドシーートの方はまた、えー、コピーをする ということで、この動画のまとめです。目標株価2のおさらいをしたんですが、目標 PR を設定する必要がありますよということでした。で、PR 対応表っていうのは、その目標 PER がすぐ見つかる、増益率を入力すればすぐ見つかるよということでしたね。ただ注意点としましては、コロナの一時的な要因はなるべく省きましょうという話でした。で、今回新版を作ったんですが、新版では、基準となる PER の計算が15倍以外にも設定できるように変ています。 変更してみましたよってことですねちょっとしたバージョンアップだと思ってみていただければなと思います業種や相場によって基準を変更してみるのは決して悪くはないかなと思いますただしまあ例としてね機械セクター15から20に切り上げたって場合を説明しましたけどもやはり常にちょっと無難に無難に 出してあげることがすごく重要かなと思いますで、無難に出してどう考えても誰がどう見ても安いよねっていう株を買うことがコツですのでぜひそちらは押さえていていただければと思います。ということでえ今日はね、こんな感じで書籍の特定のアップデート版の動画を撮影いたしました他にもそのフォーマットの使い方とかいろんな動画がありますからその動画をうまく駆使していただいてこの本を上手に活用していただければなという風うに思います。またこういったアップデートがあったりとかっていう場合には常にこういった動画を作っていったりもしていきたいななんていう風うに思って てますので長く長くこの本を使っていただければなというふうに思っております。これからも一緒に頑張っていきましょう。今日はご覧いただきましてありがとうございました。